MLB レッツ4、ワンブレーブス、日本時間23日、トゥルイストパーク、レッツのエリー・デラクルーズ選手選手が激走を披露しました。デラクルーズ選手は初回、ワンアウトの場面で153キロの直球をライトに返すと、快速を飛ばしあっという間に三塁に到達。今季7度目の3ベースヒットを記録します。3回第2打席には、 カウント2月2日から137キロのスライダーをショートの正面に運びますが、ファーストが送球を弾き出る。記録は内野安打となりました。続くヘーメル・カンデラリオ選手が一塁線方向にヒットを放ちますが、これにデラクルーズ選手は激走を披露。一塁からでしたが、三塁を蹴ってホームを目指すと、スライディングもせずに余裕のセーフ。この走りにファンは、 彼を五輪に出場させろ、一生懸命走っているように見えないと驚きの声が上がっています。5回第3打席は4球を選ぶと、ダブルスチールに成功し、今季49個目の盗塁をマークしました。デラクルーズ選手は4打数、2安打、2得点、1盗塁でチームの勝利に貢献。チームも4連敗から脱出しました。